も皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガーズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回は、あの和田アキ子さんの名曲、あの鐘を鳴らすのはあなた。あの鐘を鳴らすのはあなたを、このちっちゃいウクレレでガズレレ流超簡単バージョンでやってみます。なんとこのあの鐘を鳴らすのはあなたという曲ですけれども、ちょっと調べましたらね、びっくりしました。私と同じ年でした。1972年にリリースらしいんで、まあ、面白いですよね。46年前ですよ。はあ、素晴らしい。はい。いつものように2バージョンやりますよ。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル超簡単バージョン。後半はかっこいいバージョン。この曲結構やっぱソウルというかファンクなんですよね。いい感じでできるようにグルーブです。グルーブをもう盛りだくさんでかっこいいバージョン最後までご覧になってください。はい。大輔の曲、思い出の曲、もうこの曲があったから私頑張れたっていう曲をカラオケで歌うだけじゃもったいないですよ。楽器を弾いて弾き語りで始めましょうよ。ウクレレだったらですね、すぐできます。簡単だから。だけど奥もすごく深いんでね、ずっと続けられる人生のパートナーになりますから、ぜひ皆さん始めていただきたいです。楽器が苦手だわとか、音楽私本当ダメなのというあなた、ウクレレだったらできますから。ガズレレ、今ご覧になってるガズレレだったらいつでもどこでも、スマホでも、ご飯が炊ける間でも、この YouTube で無料でどんどんウクレレが弾けるようになっちゃいます。やったー。今からここにリンクありますからね、このリンク先行って初心者レッスンのここというボタンを押して、数字の1から動画を見てウクレレを一緒にやっていくと、あれれ私できちゃったってなりますからね。はい、リンクありますよ。初心者レッスンのここ行ってらっしゃい。クリックカシッ。いってらっしゃい。そこにはすでに今まで取りためた650曲以上のレッスン動画、超簡単ウクレレレッスン動画ですからね、上がってます。夏メロはもちろん、最新 J-POP から、昭和の夏メロ、演歌からアニソンから洋楽からハワイアンから、やりたい曲きっとあります。ぜひ始めてみましょう。それではいきますよ。あの鐘を鳴らすのはあなた。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3、4。あの鐘を鳴らすのはあなた。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみました。今のはガズレレショートカットバージョンで1番をやっただけですけど、フルでやりたい方、
歌詞を2番の歌詞を足してご自分だけの歌本を作ってください。自分でノートに書くとすごく頭に入ります。おすすめします。その時の参考になりますように私のノートをちょっと見ていただこうかなと思いますが、ちょっとごちゃごちゃこの辺のやつ後のかっこいいバージョンで、後半やるかっこいいバージョンで解説するんで、とにかくまあ写しておいてください。結構シンプルです。で、Em7から始まる感じとか、この辺ね、この前奏から A メロの前半ってすごくなんかこう独特の怪しさというか、なんていうのかな、なんか不思議な雰囲気が出てるんでね、その辺がちょっと注目でございます。テロップと見合わせ、動画の中のテロップと見合わせながらメモってください。ここのこのぐにゃぐにゃ書いてあるのはメロディーラインと、これ点はリズムの一応確認です。はい、いいかな、一時停止でね。はい、じゃあここからサビの応酬になりますからね。で、これガズレレオリジナルバージョンなんで、サビを普通に1番やってからちょっと1個分足したというふうに、アレンジしましたが、もうこれはもう皆さんお好きなように何回も繰り返すのもいいと思いますよ。はい、でここで終わったと。でここね、今やったシンプル簡単バージョンの方は G7 やってゆっくりやって C で終わったってことになるんですけど、ここ後半のかっこいいバージョンではちょっとここに、キメが入ります。ひとまずメモってください。はい、じゃあ出てくるコードを解説します。 C A minor F D minor G7 E minor 7、この 1,2,3,4,5,6 個のコードでやりましたよ。やりました。これはですね、はい、いつも出てくるやつ、ガズレレ必須コードというコードのグループのメンバーでございます。ガズレレ必須コードというのは、必須って書いてあるでしょ、必ず覚えた方がいいよというコードでございまして、コードっていうのはね、星の数ほどあるんです。全部覚える必要はないんですけど、最低限この8個のコードのグループを言ってるんですよ、ガズレレ必須コード。この8個覚えておくと、先ほどの言ったようにもうすでにアップロードされているガズレレ寸胴が650曲、8割9割はこのコードだけでできるようになっておりますので、ぜひ覚えてください。以前私がめっちゃわかりやすく解説してるめっちゃわかりやすく解説してる動画のリンクをここに貼っておきます。ここをクリックすると、そのガズレレ必須コードのわかりやすいレッスンに動画になっております。ぜひマスターしてください。はい、ということでコードの勉強は今日はあんまりしませんよ。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。はい、まずリズムから説明しようかな。はい、A メロは8ビート、ゆるい8ビートですね。サビとサビとね、ここの A メロの途中の1行だけ16ビートのカッティングファンキーって書いてある。ファンキーでソウルフルで、そんな感じですね。まずですね、前半の感じ、ジャン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 、8ビートの中なんだけど、見ててジャンジャンうんジャンうんジャンうんうんジャンうんジャンうんうんジャンこの手の振り、右手の振り注目ですからね、こうやってやんない方がいいです。これでも同じように聞こえるんですけど、やっぱこのリズムのね、これがこう時計の振り子みたいになってリズムがつながっていくというイメージなんで、こうやって8ビートをやってるのに抜くって感じ、ジャン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 、これ8ビートなんですけど、ちょっとトリッキーなジャンジャンじゃんじゃん、これやってみましょう。で、サビはこうです。これ難しいやつですね、まず16ビートをまずマスターしないといけません。16ビートのチャです。で、これね、いつも言ってるんですけど、8ビートとか16ビートとか言ってるじゃないですか。そのやり方、ここにリンク貼っておきます。ここがリンク先はですね、ホームページの1枚でウクレレできるリズムいろいろというホームページの中から、まずは8ビートをマスターしてください。その次16ビートをマスターしてもらって、両方できるようになったなと思ったらチャをマスターです。このチャがあるとだいぶ打楽器要素が加わっていいリズムが生み出せるようになるんですけど、その後カッティングっていう技が、見てくださいね、左手で止めてるんですよ、音ほらね、これをカッティングと言います。はい、このカッティングのやり方もさっきのリズムいろいろのページの中に入ってますんで、こういうのを合わせて、でこの曲はね、サビになったらやっぱファン、なんていうのか、ソウルなんでちょっとシャッフルな感じがいいと思います。なんかこうチャッカ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 チャカ、リズムがちょっと跳ねてるシャッフル風、これができるといいと思うんですけど、まあ難易度は高いですけれども、まずカッティングをは本当最高レベルの難しさだと思いますんで、このカッティングをね、カッティングなしで、まずやるのがおすすめですけど、この8ビートと16ビートの使い分けがポイントです。あとですね、
イントロのところでこれちょっと見て、ここ一弦って書いてあるんですけど、22235003、これをちょっと器用な人はやってみましょう。器用な人はって言うんだけど、これね、本当はこのメロディーを A メロのここまで繋がってるんですけど、ちょっと弾きながらやると歌はまあほぼ無理なんで、イントロだけでちょっと表現してみようと思います。まず見てね、 Em7 ってこれ1弦2フレット押さえてるわけでしょ。22235 Dm は1弦0なんで00003。ちょっとこれやってみましょう。 Em7 こうやって押さえるんだけど、こういうちょっとフレーズものの時は人差し指でこうやって押さえちゃったりしてもいいですよ。そうするとこうなります。ちょっと忙しい。でんだだだ D マイナーだんだん03222だだだん。ちょっとこれイントロでやってみると思います。あ、チャレンジャーは A メロもこう弾きながら歌ってみてください。はい、まあこれもちろんやんなくてもいいですけどね。まあなんかちょっとあの今日は付け加えようかなと思ってやります。じゃあ、あの鐘を鳴らすのは あともう一回しちゃった。最後ここ一番最後のところ、ここ見て、タッタって書いてあるでしょ。ここ決めを入れたい。ちょっとやってみましょう。一番最後ね、あの鐘を鳴らすのはたったあなた、たったあなた、こうなります。これたったって決めね、これかっこいいんでエンディングです。はい、じゃあそんなことを踏まえまして、あの鐘を鳴らすのはあなた、かっこいいバージョンやってみる。1,2,3,4。バージョンやってみました。あー、かっこいいです。やっぱ和田アキ子さん、本当ソウルの女王、いいですね。はい、皆さんもバンバン歌っちゃいましょう。ありがとうございます。はい、ドンガゼレレホームページです。ホームページに見ていただくと、もういろいろ載ってますので、ぜひ見てください。ブログもバンバン書いてます。毎日毎日ブログも書いてますからね。ホームページのリンク、ここに貼っておきます。いよいよですね、11月11日近づいてまいりました。これ大イベントです。1111、数字4つが1で、4本の弦でガズレレの日、勝手に制定してます。はい。ガズレレの日は代官山で大イベント、ドーン、こちらのイベントになってます。3部構成、式典、まず、お昼から式典やります。式典は入場無料ですよ、皆さん。会いましょう。はい。その後、大合唱ツアー、ウクレレ持ってきて、みんなで同じ曲をワイワイ歌う。質問コーナーもどんどん受け付けます。どんなことでも聞いてください。はい。最後はパーティータイム。乾杯、チーンつってやりますからね。はい。その日は盛りだくさん。はい。で、この CD が、レッツゴー最高 CD。その日先行発売しますよ。先行発売は11月15日 Amazon で予約受付中。まず CD がほら2枚組だよ。CD2 枚組。
こっちは作品としての CD、 こっちはレッスン CD、 レッスンで書いてある。この CD が弾けるようになるようにこっちはレッスンしてくださいということが解説つけてくる。ドロドロドロ見てください。この楽譜もついて、まあ本当にね、いいですよ。これ面白い。これもちろん、はい、よろしくお願いします。イベントのこととか CD のこと、ここにまたリンク貼ってきます。1111はガズレレの日、覚えておいてくださいね。よろしく。はい、ドン、ガズレレ大合唱ツアー、まだまだ続きます。はい、11月24日和歌山、25日、大阪。待っとってや。関西久しぶりやけん。合ってんのかな、はい。待ってください。ウクレレ持ってきてくださいね。はい。12月は沖縄まで行きます。本もボンボン出してます。ボーン、こちら。主婦の友社から出ているガズさんのめちゃくちゃいいこと言ってる本。なんとこれ NHK の取材を受けて、12月の、上旬に全国でオンエアの予定です。はい。楽しみですね。いいこと言ってますから、これ本屋さんで注文もしてくださいね。もしなかったらお願いします。はい。こっちはリットミュージックから出ている初心者ウクレレ教則本。超絶わかりやすいです。初心者の人にはこの本をおすすめしてください。ありがとうございます。ガズレレ歌本シリーズも大好評発売中、ボリューム4まで出てます。あー、いいですね。音楽は楽しい。あの鐘を鳴らすのはあなたは結構広い世代に歌われている曲なんで、皆さん歌ってみてくださいね。はい、さよなら、バイバイ、またね。うい。